おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら。先日買ったですね、サミーの超巨大サイズ、スーパーサミー198。これでね、いい魚が釣れたよって、こういった動画になっておりますので、まずはぜひご覧ください。買ったっきり投げてないサミーいけねえかな。おお、見てなかった、見てなかった。超足元まで戻ってきてよそ見してた。見てるんだね。初サミーバイトをいただきました。ちっちゃかったな、でもな、今のは。ああ。あー、やばいやばい、食いに来た。シャレになんないですよ、あいつ超めんどくさいわ。お前じゃない。お、出た。いや、多分大丈夫。やばかったら相談する。どうかな。ありがとう。ありがとうございます。はい、サミ来ましたよ。はい、ね、いやー、長いサミね、早朝続き、長い続きとサミの198、20cm 近いルアーでね、釣れてくれるからね。こんな感じで釣れました。はい、早朝デカサミフィッシュは70cm、 70cm の鈴木くん来てくれました。はい、というわけで帰ってきました。これね、なかなかね、投げる機会がなかったんですけども、
すんごいコトコトンするんですけども、この超巨大サイズのサミーですね、これを投げてみて、まあ使い心地っていうかインプレなんですけども、この他にもね、いろいろ大きなペンシルベイトとか、投げてみたりしてるんですけども、やっぱりねサミーはサミーだなーっていう感じの動きをすごい感じました。まあちょっとね直立気味の姿勢に立って、でこう横にこうゴンゴンね水を押しながら、まあなんていうかスケーティングっていう感じではないんですけども、非常にですね小気味アクションっていうことで、でちょっとね垂直浮き気味でこう3本針がねついているので、あのシーバスがバコチーンってね食った時結構ミスバイトが多いんですけども、あ一発でサクッとねかかってくれたなーなんていうことで、あそっか、うーんちょっとその他のねペンシルベイトなんかとの使い分けみたいな感じでね、あの出しどころみたいなのが1匹しかまだね釣れてないんですけども、少しだけねあの感じることができました。でまあこれの例えばライバルというかね使い分けのプラグで言うと、このね、人気のメガドックね、これメガバスのやつですけども、あもうねいつの時代もメガバスラッキークラフトってのはね、なんだライバル関係にあっていいなって思うんですけどね、自分がね昔プラグ買ってた時もちょっと買いやすい、ラッキークラフトいっぱいねあの陳列されていて買いやすいなっていうのと、その当時ねまあなんかすごいプレミアみたいになっちゃっててね買いづらかったメガバスってね、で結局なかなかメガバスが買えないもんで、ラッキークラフトのルアーねクランクベイトとかね CB シリーズとかね、ベビーシャットとかよく使ってたなーなんて思い出すんですけども、この巨大ペンシルにおいてもこのライバル関係というかね、ちょうどサイズ感もねこんな感じで似ているので、でこっちのねメガドックってのはどちらかっていうとスケーティングも含めたこう横にスイーってね、飛ばして使うような印象なんですけども、こっちのサミーはねバーンって入れて結構ねドッグウォーク主体のアクションで、で動画でも音入ってるかな、このねアクションした時にすごいガッコン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 ってねアピール力がね強烈なね音をね発生させるっていうことで、まあその音が効くのかどうかっていうのはねもっと釣り込んでみないとわからないんですけども、結構ねこのメガドックも投げつつヘドンのスーパーマグナムザラスプークを投げたりとか、それで、このサミーを投げたりとかね、まあ、色の違いとかも含めていろいろ試しているんですけども、この時期のねあのこの白パターンなんて言われてるシーバス釣り行くときはね、これもねぜひね1本ねボックスに入れておくといいんじゃないかななんていうのを感じました。で若干ねやっぱねメガドックが買いづらいんですよね、この前久しぶりにね1個売ってるの見かけたんですけども、今年のシーバスフェスタなんかでもねニューカラー出ますよなんてアナウンスがあったんで、あいい色味あったら買いたいなーなんて思ったんですけど、なかなかね釣り具屋さんにね数が置いていないので、でまあスーパーサミーこの198もねそんなには置いてないんですけども、ネットとかを含めてね結構ね探すとあるところにはね、そのこの白パターンとかあんまり強くないお店というか、こんな巨大なプラグねなかなかブラックバスだけだとね買わないかもしれないので、だからそのお店さんによっては結構あるじゃんっていう感じでね買えたりするのかなっていうのを感じております。で値段もねお手頃価格っていうことで、このメガドックもこのサイズにしたらね十分ねお買い得なんですけども、何してもねシーバスとかで使う巨大ペンシルベイトってこのぐらいのサイズになってウッドとかだとねすぐ1万円を超えてくるので、ねちょっと1年に1回2回行くかどうか、しかもその1回2回にこの城の群れに当てられなかったらノーバイトで終わるなんていう可能性もあるので、まあそこで全てのタックル揃えて、で1個1万円近いねルアーをガツッとね集めちゃって売ってる、まあそれもありなんですけども、でもねまずはちょっとやってみようかななんていう方は比較的ね値段的には買いやすいこのメガドックであるとか、あとはこのスーパーサミー198とかね、これね値段的にはねこの大きさの割に比較的買いやすい価格帯なのかななんていうふうに思いますので、いかがでしょうか
ということで、はい、というわけでですね、本日の釣り子 TV はこちら、先日買ったですね、ラッキークラフトの、まあ、USA モデルになるんですかね、スーパーサミ198、これで、いいシーバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。